ハキム・マス・トゥールは、イタリア・エミリア・ロマーニア州レッジオ・エミリア出身の、モロッコ代表サッカー選手。レッジーナ 1914SRL 所属。ポジションは、FW、MF。レッジオ・エミリアで、モロッコ人の両親のもとに生まれて2012年7月に、AC ・レッチャーナ 19, 19から AC ・ミランに、加入。若干15歳で、 フィリッポ・インザーギが監督を務めていた、ミランプリマベーラでプレーした。2014年5月18日には、クラレンス・セードルフ監督の元セリエ A の殺走路、1000で登録メンバー入りする。出場していれば、セリエ A 史上、ミランのトップチームでプレーした最年少選手、セリエ A 史上でも5番目に若い選手となっていた。2014年6月15日には、 A.C. ミランと2017年までプロ契約を結んだ。2015年8月31日、マラが CF へ2年間のレンタル移籍をした。11月7日、プリメーラディビシオンのレアルベティス戦で交代途中出場でプロデビューを果たした。2016年7月7日、1年間が経過した時点でレンタルを終了してミランへ戻ることになった。 2016年7月14日、オランダの PEC、ズボレにレンタル移籍した。2018年9月5日、パソラミア1964に加入した。2019年10月18日、セリエ C のレッツイーナに3年契約で加入した。2015年6月13日に、アフリカネーションズカップ2017予選のリビア、代表戦1 6歳363日で、 史上最年少でモロッコ代表にデビューした。ありがとうございます。